では続きまして、キャリアコンサルタントの活躍の舞台についてお話をしていきます。キャリアコンサルタントの活躍の舞台です。キャリアコンサルタント取得のメリットからお話をしていきます。キャリアコンサルタントを取るとどんな良いことがあるんだろうかということですが、もちろんその資格を活かして、直接的に活かして、キャリアコンサルタントとして仕事をするという方向があります。 こちらは今雇用環境や雇用が流動化していたり、職種や業種転換など、こうしたことが様々に起きています。もちろん再就職ですとか転職の支援をしていくという意味でも、様々な相談者の方の需要、ニーズに対応する専門家として働くという方向性があります。それから、直接的に資格を活かすということではなくても、 養成講座での学びを活かして活躍するということが考えられます。養成講座の中では、傾聴やコミュニケーション力、面談スキル向上を図る演習がたくさん用意されています。これらでトレーニングを重ねていくことによって、営業を例えばされる方であったりとか、会社内、組織内でのコミュニケーションに役立てたり、 あとは、対人関係の意味で言いますと、信頼構築ね、信頼関係を作っていって、信頼関係をこうしっかりアップしていく。こういったところにも役に立てていただくことができます。そして、3番目の柱として挙げているのが、ご自身のスキルアップにです。こうした激変する社会環境において、他の方の支援をする、相談者の方の支援をする、サポートをする、 というのは、もちろんキャリアコンサルタントができることではありますけれども、まず何より、ご自身の人生を充実させていくために、この激変する社会をうまく乗り越えて、乗り切って、より生き生きと自分自身の人生を生きていくために、ね、キャリアコンサルタントを学ぶということがとても役に立ちます。ということをまずお話ししていった上で、実際にキャリアコンサルタントがどのような 舞台で活躍しているのかということをお話ししていきたいと思います。はい。まず、人事部。人事部では人材育成やキャリア研修、研修を作っていく、こんなお仕事もありますね。それから社員の定着支援とか離職防止、ワークライフバランスの推進とか、メンタルヘルスマネジメントにも注意を向けていかなければなりません。 そして人事部だけではなくて、組織内全般ということですと、マネジメントへの活用。最近注目されているセルフキャリアドップですね。企業の中でのキャリアコンサルティング面談を行う仕組みを作る。であったり、傾聴力を活かして顧客ニーズを発掘する営業につなげる。それから顧客、社外、社内のコミュニケーションを円滑にしていく。こんなことにも役に立てていただけます。 活躍の舞台の2番目として人材紹介、人材派遣会社を挙げました。まあ、人材紹介をするあの方々というのは、最近キャリアコンサルタントを取るというのが、だんだんですね、もう必須になりつつあります。で、今の受講生の方々の中でも、今は資格を持っていないけれども、人材のキャリアアドバイザーとして、現に仕事をしているでも、体系的にしっかり学び直したい、こんな方も多くいらっしゃっています。 活躍の舞台の3番目として挙げたのが教育機関です。大学や短大のキャリアセンターでの相談員とか、専門学校も最近キャリアセンターの、あの、ね、スタッフに力を入れていますね。専門学校というのは、やはり就職率が100%に近いということが、専門学校そのものの PR にもなります。キャリアセンター非常に力を入れていて、キャリアコンサルタントが活躍をしている。こんなケースも増えています。そして、 最近注目されているのが、小中高等学校でのキャリア教育です。だんだんですね、キャリア教育が弱年化されてきていますので、この先キャリアコンサルタントが、小中高校でのキャリアについての支援をしていく、こんな流れが増えてくるということになっています。はい、そして4番目、まあ、独立会業ですね。これはまさにキャリアコンサルタント資格をそのまま活かして、ね、まさに資格を活かして、 キャリアコンサルティングを行う研修の講師として活動する。それから、事業ですね。様々な事業とのダブル、トリプルライセンスによって、さらなる業務の拡大を図る。こんなことが考えられます。5番目として挙げましたのが、公共。これは、観光庁からの委託事業です。例えば、厚生労働省や東京都、地方自治体などから委託を受けて行う業務として、 こんなものあるんですね。例えば、ハローワークの相談員。ね、このハローワーク行きますと、大勢の職員の方が、まあ、あの、仕事してるんですけれども、実はその中にはですね、民間の,あのスタッフの方が入っているケースってとても多いんですね。レックも、ハローワーク、一般、マザーズ、若者、新卒とかいろいろありますけれども、こうしたハローワークの中で、レックのスタッフが仕事をしていたりします。これは、 ジョブカフェとかサポステ、ね、といった就職支援関係の,あの、まあ、公共的な機関なんですけれども、ここでもあの民間のスタッフが実際にキャリアコンサルタントとして仕事をしているという場面とても多いです。各種相談業務とか就職キャリア支援セミナーなどもの観光庁の委託事業として行っていたりします。で、先ほどもですね、レック。 は、あの、公共事業本部という部隊が1個ありますので、そこで様々な公共事業の委託を受けて事業を行っています。そして、レックで実施とか運営する案件のキャリアコンサルタント募集を、NPO 障害学習という、ね、別団体になりますけれども、ここに登録していただいた方には、お仕事、えー、お仕事を案内メールをお送りしている。 ということが、えー、行われていますので、ね、公共案件に関わりたいなという方は、ぜひおすすめ、注目だと思います。はい、そして、6番目として挙げました。こちらはもう様々な活躍の舞台がありまして、パラレルキャリアですね。副業、副業もこれ2つありますが2つ書いてありますけれども、ね、あの、<laughs> 副業。はい。それから、両立支援コーディネーター。 これもですね、最近あの、仕事と治療、仕事と介護、仕事と育児を両立していくにはどうしたらいいかということが注目されていまして、両立支援コーディネーターという役割の人が非常に求められています。キャリアコンサルタントはこの役割を担っていけたらいいなというふうに思っていまして、すでに活躍されている方もいらっしゃいます。それから職業訓練校でのキャリアコンサルティングを行う。 そして、まあ、障害学習ですね。こうした場面では、ケリアコンサルタント、有資格者が、様々なこう社会の動きであったりとか、あの、リカレント教育どうしていったらいいか。ね、こんなところのセミナーをやったり、相談を受け付けたり、ということを行っています。はい。えここまで、えー、活躍の舞台についてお話をしてまいりました。